はい、どうも、イソピーです。今日はですね、今月の最新ボール、こちら、ストーブ社フィジックスと他のボールを投げ比べしていきたいと思います。こちらね、ちょっと曇ってるんですけども、先の動きがすごいしっかり出るということで、投げ比べるボールは僕のラインナップの中で、割と先が安定してしっかり動いてくれるボールと投げ比べたいと思います。まずこちら。バーチャルツアー X、いつも投げ比べの時に投げてる球ですね、こちらとこの先月出たボールですね、ハイパーセルモーション、こちらと投げ比べていきたいと思います。で、このフィジックスなんですけども、カバーストックが NRG のハイブリッドということで、僕個人的にハイブリッドすごい好きなんで期待はしてるんですけども、実際ね、どれぐらい手前走ってくれるのか、奥の動きがどれぐらいなのかっていうのもすごい楽しみにしているので、投げ比べていきたいと思います。はい、それでは投げていきたいと思います。まずはフィジックスからいきます。次はバーチャルツアー X 投げていきたいと思います。まずフィジックスと同じ立ち位置から投げていきます。はい、こんな感じです。ポケット付近には行くんですけど、ちょっと滑り気味な感じですね。今度は立ち位置を2枚ぐらい、外へ立ってみます。バーチャルで立ち位置を2枚ずつに寄ったら、同じような感じかなという感じですね。はい、じゃあ次、ハイパーセルモーション投げていきたいと思います。まずフィジックスと同じ立ち位置から投げていきたいと思います。無理ですね。ちょっと出さないように投げてもかなり滑りながら立って、しまっています。なので多分ね、立ち位置、フィジックスに比べて3枚ぐらい外かなと思うので、ちょっと外に振りたいと思います。パセルモーションで、3枚、外に寄ったらちょうどいい感じでしたね。今度はこの3枚外をもう1回フィジックスで投げていきたいと思います。フィジックスで元の立ち位置より3枚高から投げてみました。
はい、うん、全くですね。やっぱりあの奥の動きが、すごい強いので、手前の色をしっかり使ってあげるのが大事かなというような印象ですね。はい、で今日はこれぐらいで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントなどもお待ちしております。それではありがとうございました。